つばかくん幸せだな、マジで嬉しい、はい、最高ナイスボタン。俺としてって何？俺としてこれがアチ君、ジャッカルの時間、死ぬなよ。お願いします。あもうよし、やっと始まった。はい、皆さん今日ね、よろしくお願いいたします。よしよし、うるさくてすみません。はい、お願いします。おもすぃーいがーおまいがーよー、間違えた。はい、騒がしいからね、騒がしい瞬間が一番騒がしいんじゃないかなって思います。はい、騒がしいですね。これボタン、はい、お願いします。やってるやついるな。ボタン、初手ボタン、白い、ナイスボタン。もう白隠すよね、僕これで。白隠す、幸せだな、マジで嬉しい、はい、最高。ナイスボタン、ナイスボタン、ありがとうございます。ナイスボタン、ナイス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 、みんなありがとう。どっから隠れてくる、ありがとう。はい、張り切っていこう。諦めるな。おー、待て待て待て、待て待て、俺白角取れた。うるさすぎる。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。あ、いい船すぎる。あ、初めまして、よろしくお願いします。あ、ポンゼロさん、初めまして、よろしくお願いします。あ、お願いします。あ、ミサトラさんも初めまして、よろしくお願いします。すごい、何歩いてる。よろしくお願いします。はじめまして。あ、よろしくね。あれです、僕、机の上にあるものを2センチだけこう動かす能力です。メカ、メカニカルじゃなくて、ナイスボタンだろ。ナイスボタン、ナイスボタン、ナイス。あっちゃんも白角、自分の話っていうのはないですか。はい、じゃあ、朝日さん話してから。ナイス、いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいませ。じゃあ、いらっしゃいませ。僕が発売発売だよ。はい、僕がいらっしゃいませ。はい、いらっしゃい、いらっしゃい。ピヤホヤオヤが、ピヤホヤオヤ、おやほや、あヤホヤオヤ、ヤホヤオヤ、ヤホヤ、俺は中野の地を守らなきゃいけねえんだ。今確かに流れ込んできたこの中野の、いや、米田の地、ちゃんと紡がなきゃいけねえんだ。へぇ、あれ、コンプラスさん殺した。これは何もしない、二人死んでる。あれ、あれ、バイタル情報があって、どうしたの。バイタル情報があって、どうしたの。はいはいはい、ごめんね。37秒前、38秒前にはもうすでにランちゃんは死んでた。リアクターが早い、ちょっと前、うん、時にはもう見ました、数えてる。うん、何を笑ってんですか。シジさんが並走してリアクター右に向かおうと思ったら、メインホールに、ポンズ野郎の死体があったんですけれど、はい、そこから、あ、そうなんだ、はい、なんか聞いたことのない音を発しながら立ち立っていく中野さんがいたんですけど、なんか再現するんだったら再現しますね。はい、お願いします。その時の音。あ、どうぞ。
これは黒いなちょっとよくわかんないですねこれは黒いぞ何が何してたのえメインホールにあったのメインホールにあって、今の音しながら中野地さんが走ってる、うんうん、それはちょっと黒いなメインホールは誰もいなかったです俺が出た時はあでも確かにね私がバイタル見て左側かなと思って、うん、コックピットまで行ってる時にメインホールでのちさんがポンズやろうって言いながら走ってるあ俺それ聞いた俺それ聞いたわごめんごめんゴミ捨てタスクの時聞いたわはい右側いたよリアクターなる前コックピットに私いたんすけど見た時、うん、ほぼみんな右側にいて、うんうん左は展望の方ぐらいしかいなかったっす、うん、私コックピットと、うん、なるほど、うん、ほぼほとんどの人が真ん中ぐらいしかいないっす、うん、はいはいはいそうですね展望38秒前なんですけど38秒前は内子詩人乱太郎の3人で展望でいましたそうですねはいでこの3人ずっと見合ってるんで切りできないですあの5も黒いんですけどのちさん、うん、まあちょっとあれあのミサトランの、うん、あポンズ野郎のキルはまあ俺としてミサトランのキル俺としてって何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 子供作ったジャッカルのところダメあじゃあこれノッチさんしたらダメか他の人つらなきゃ違う違うあのね4人黒が4人の可能性があるからノッチさんを取り妨害妨害お議論妨害独特 PP を切るからすぐにボタン押しましょうわかりました妨害てか、はい、ゲッサーで今ノッチ打てばよくね確かにゲッツしていいですかじゃあジャッカルでわが武将お願いしますお願いしますゲッツ投票だからあんまり意味ないゲッツわかりやすいなゲッツってグッねボタン押さないとねオッケーネロちゃんのそのスキンか可愛いでしょこれねあの机の上にあるものを2センチだけ動かすのがあるペシペシペシ今回ボタンなんかあと3秒あと3秒あと3秒1秒おーすごいでもね別にねナイスでーすうえメロちゃんさん早いなうえこのボタン白いなちょうどの声が今聞こえたなうんというわけで濃厚接触者濃厚接触誰濃厚接触はなのり上げるわけがないんじゃない誰の濃厚接触ですか中のでも一応一個だけ一応一個だけ一応一個だけ言えるのは、うん、あの、うん、中野さんがジャッカルだった場合で、キルした時点でまだもしサイドキックを振ってなければ、うんうん、はっちゃんさんに振られる可能性もあったんですけどはっちゃんさんはさっきゲッサーで落としてるから、ね、はっちゃんさんには振られてないっていうことなんですけど、ね、うんうん、でもさ、うんうんうん、あの中野さんってポンズさんと一緒にいたんじゃないですかいたいた、うん、俺メインでゴミ捨て、うん、サイドキックにゴミ捨てやってる時にいや同陣営だとキルできないから死んでるからだからキルはしたんですよねあと残ってるのはロジックしっかりしてロジック最悪のパターンで考えておくと2インポスター1ジャッカルが残ってる、うんうん、そうだねだからミサトランのキルを詰めようよね、はいはい、そうだねどうしようね、はいはい、うんうんランさんキルに関しては内子詩人乱太郎はできないですねそうですね不可能です、うん、ずっと見てました38秒前展望ですうん、うんはい、脇位置見てる人いないんですかランちゃん美里さん見てないな見てませんしゅねさんしゅねさん見た時点で生きてました、はい、あの生きてたって何がえあのなんかえなんか死体のカウントダウンしてたじゃないですか、うん、あれってそうそうそうあの私が見た時点でもランちゃんは死んでた37秒前には死んでたどっちも死んでたじゃないですかまあ難しそうだとは思うゼルクさんはうんうんうん、例えばですけど、うんうん、ゼルクさんが貨物とかで湧いてて、うんうん、そっちでランちゃん切ってまあ切ってすぐ合流私としてたんだったら分かんないけど、うんうん、薄いかなとは思うぐらいちなみにゼルクはアーカイブかな多分湧いてる貨物俺湧いてあそう貨物そうなんだ、うん、貨物俺湧きで途中で貨物に来ましたゼルクが、うん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 、全員見てない人いないのおじさんのなんかこの中でなんかこの人いたっけみたいなでも初期でこの人いたっけ操作てんのかないやゼルクくんかこれ僕めちゃくちゃ素人じゃないんですかもうこの人ではないんじゃないかな、うんうん、ゼルクさんは低そうな気がしますねそうなんでここでゼルクさんいなのかちょっとよくわかんないけど
かんねえな結局な。わかんない。誰も見てねんのか。あ、ノリか、ノリね。ダメだよ。サイドキック。あっちゃん。はい。ちょっと相談がある。え、こっち来て。何？ちょっとお願い。ごめん、これ、これさ、まあこれは一旦置いといて。置いとく。中野の血欲しくないか。中野の血欲しくねえか。俺、お前に託して。でも俺は来る来る。これがハチ君、ジャッカルの血か。死ぬなよ。ちょっと待って。分かったかもしれない。ナイコちゃん。ナイコ先輩の死体がセキュリティのアップロードの行く途中の中、なんだろう、セキュリティと展望の間って言ったらいいのかな。あ、展望じゃないよ、あのセキュリティの展望ね。そう、一緒だったのに。アーカイブ開けしてナイコさん、セキュリティとどこの間ですか。セキュリティのアップロードに行く方のあの端のとこあるじゃない。アップロードの端の方、セキュリティの下です。セキュリティの下のとこです。感じるってことですね。はい。え、でもちょっと、あ、一応ね、はっちゃんさん脇位置エンジンでした。え、ナイコさんアップロードしようとしてたんですか。いや、わかんない。死体はそこにあった。ナイコさんだ。一個前のナイコさんはアップロードしてたっすよ。あら。途中で途中で終わっちゃったとかじゃないの。違うの。あの詩人さんとさ、私とこの一個前の時さ、合流した時、ナイコさんとシデンさんは何笑ってんの。展望デッキでダウンロードしてたじゃないですか。だからセキュリティの展望にいることなくないですか、ナイコさんが。ゼルク君何笑ってんださっきから。お母さんから電話かかってきたの。トゥルトゥルトゥルテンって話の向き乗ってちょっと、なんもない、すいません。なんで展望にいるのかちょっと不思議だなと。あ、そっかそっか。もうダウンロードとかやってたら終わってるはずなのに、もう一回言ってたらなんでなんだってことか。なるほどね。そうですよねって話です。不思議です。これワンちゃん、それが本当だったらナイコさん人外で、人外切るか、フェイクタスクだったのかもね。もしかしたら。シウネさんが言ってた、これ直近だと思うってどういうこと。私、どこで湧いたんだっけ。貨物違うな、アーカイブ忘れちゃったんだけど、エレキってセキュリティでテープタスクしてるんですよ、うん、テープタスクして終わって、はいはい、バイタル見て誰も死んでないっていう時に笑いながら来たナイコさんがいて、うん、ナイコさんでも死んでないしなと思って、でナイコさんが多分エレキの方行って、私はエレキメインエンジンで、そこで瀬戸朝日さんと会う宿舎前に行ったタイミングで通報だったので、多分直近だなって思った。なるほどね。一応9秒前にバイタルを見ました、うん、で9秒前にはすでに死んでました、はい、そうなんですよ。もし直近であれば、うん、多分10秒前11秒前とか、本当に私が見る直前に死んでるのかな。うん、それはしたら多分瀬戸さん、そうだからここは隠しますね。停電直した人いる、うん、あ、はっちゃんなのね。俺です。分かった。はい。あ、でもゼルクさんとランさんが白。と詩人さん。僕も白、白ですね。詩人さんも白ですね。うん。どう。これか詩人さんしかいなくなっちゃった。あ、待って、ちょっと、うわ。なんでこの人。すげえ。これ考えた。なんで俺入ってんの。あ、じゃあ。釣られちゃうよ。どうしよう。釣られちゃう。俺的に次のジャッカルはハッちゃんをサイドキックにする可能性が高いと思ってて。確かに。そうっていうのが、あのさっき逆色持ち村側だってのを透けてるから。あ、チョンペンポン。チョンペンポン。はい。ですね。アドミン情報があるんで言っていいですか。アドミン忘れてた。強い強い。ですね、まあ離れてそのまま自分宿舎前まで向かってるんですけど、今最終で10秒前の多分情報かな、はい、展望2、はい、診療2、ラウンジ3だったかな、
展望には多分結構前停電の時ぐらいですよね多分停電前か停電の、うん、停電前停電前停電前その時ははっちゃんとネロちゃん一緒にいました、うん、はい診療2がゼルク詩人ですね10秒前だと、うん、その2秒後にランタロウ合流って感じですでラウンジ3、まあ、ラウンジアーカイブらへんに合計3だったかな多分ラウンジ3が自分らじゃないですかうん、そうじゃない。だから診療には周年ない子じゃないかな。え、10秒前ですよね。10秒前じゃないと思う。10秒前もっと一回やってるかな。もっともっと前だと思う。15秒ぐらい前か、20秒ぐらい前。いや、もうちょっと前だと思う。ただまあ一番重要なのって瀬戸さんが20秒前にアドミンにいたってことだと思っていて、で自分はアップロードやって最後キッチンのタスクで終わってるんですけど、はいはいはい、瀬戸さんはこっちに来た形跡はないので、うん、行ってるとしたら上から。それが難しいようであれば上っていうか弁当だと思うな。エンジンキッチン館の弁当だと思う。でもなるほど割ときつい気がするけどっていうぐらい。ね、え下位置どこって言ったっけ？セキュリティの下の方。下の出っ張りじゃない？うん。セキュリティの下でしょ？だったらさすがに俺も行けないと思うけどね。やめ俺下位、うん、あの通報ボタンなあったけど下位の位置見てから通報してから5、6秒経ってる。なんで展望にいたのかすごい本当に謎なんですよね。聞いてみる？舞子さんに。ネロちゃんはどっち側から行った感じ？キッチン側から行ってる。キッチン側から行ったってことですか？うん。15秒ぐらい前に分かれて、停電直して。これネロちゃんの実際セルフない？ありそうっすよね。ちょっと私はネロちゃん怪しいと思っちゃう。勝手に弾いちゃってるから。うん、それかさっきあの言ってたのはっちゃんさんがワニちゃんサイドキックになってネロちゃん打ちます僕ネロちゃんあお願いしたいお願いしたいお願いしたいでも何で打つか分かる分かんないからジャッカルかインポスターか、うん、でもインポスターケアした方がよくね6人になっちゃうよあらあ本当だあ大丈夫俺インポスターでいいのね当たってんだよなはっちゃんさん当たってんだよな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 ちょっと待ってあ、釣れたね。ピョンピョン。いいねいいね。大丈夫、仕事はこなしたから。いいぞいいぞ。いいぞ。誰だインポスター、仕事しろよ。ジャッカルしかキルしねえぞ。ノリノリじゃん、これ。俺は信じてる。俺は信じてる。え、また小さくなった？ね。まず、ちょっとないよ報告ですが、主任のタスクが終わりました。はい。おはい。ちょっと待って。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうなんだこっちのえ、ゼルクさん何が聞こえたっけ、うん、なんかさっきあの本当かどうかわかんないよ、ネロちゃんさんだけどね。僕と主人さんが、あの、一近くにいた、うん、近くにいて、なんか、さっき、そうです、うん、さっきの回終わるときに、ネロちゃんさんと主人とゼルクさんでいたんですけど、うん、うん、うん。で、さっきの会議が終わった時に私とゼルクさんだけネロちゃんさんの当たってんだよなってのが聞こえました。一人ごとが聞こえて、一人ごとが聞こえて。オッケーオッケー。ただネロちゃんさんだから、ネロちゃんさんがちょっとわからない。うん、そう、ワンちゃん、あのブラックかもしれない。ね、あ、やべえみたいな。ブラックかもしれない。ネロちゃんがジャッカルだとしたら、次つけられてるとしたら、うん。小さくない。まあ可能性的には多分あのハッチャンさんは人あ、ね、あのクルーの役職持ち付けしてるからつけられるかもしれない。レイさんそうないのを言おうと思って。でも俺二人でいるって。確かに。いやあのハッチャン。失礼しました。生き残ってくれ。まあどちらにせよ僕が例えばサイドキックからジャッカルに昇格しようが今釣るべきはインポスター。声がでかい。そうですね。そうそう。大きい了解。その線を追う前にインポスターを詰めないと。これ盤面性インポスター死んだんじゃないですかもうこれさぁ、はい、多分手汚してないジンがいるような気がするんですよねわかるつまりキルしてないジンそれはいそうな気がしますね生きてるやつねうんなやついいんだいつかだから誰だわかんないあのねハッチャンさん打ってんだったらマジ打ってほしいわねえイレイサーとインポスターだっけ 2V1 かあーそうだねイレイサーとインポスターだねインポスターで中野さんは何で言ったんですか何で多分ジャッカルか主人さんあの時サイドキックもらってるあるか俺と一緒にいやー俺もしもらってたらだって余計な情報出しすぎかなと思うけど主人さんがジャッカルもらったらゼルクについてその気がするけどいい感じかなそうそうそうだねそうだねそれはそう、うん、まあまあそうですね多分もう詰めれないから
タスクしかないと思ってて。タスクどうすか、皆さん。自分5分しよう。タスクやれ、タスク。打ちたいって誰を何で打つの、はっちゃん。CG さん、ジャッカル。え、ジャッカル無理か。いや、やめたほうがいい、やめたほうがいい。無駄死ぬよ、無駄死ぬ。これ、わかんない。わかんない。俺の白は正面されるけど。僕も考えてみよう、やっぱり、この3面では。あ、しない。あちやん頼むよ頑張れ頑張って頑張って頑張って、遊びみたいな、このおふざけみたいな監視カメラ、なんじゃこの、なんじゃこの意味のないカメラ、世界で一番意味ない、なんか監視カメラいっぱいあんなおい、ポンマービンバーンマータスクやれないか、マーマーまあ、でも僕はいますけど、やりますそれでも。まあ、僕は任せますよ。中国語の授業。あの、役職も言ってもいいと思ってるんで、言ってもいいですか？え、役職いいと思うよ。あの、あと、効果付きのやつも持ってる。あー、すいません。メディックで、まず一度も受けるんですよ。メディックがずっと迷ってて、つけてないんですよ。いいじゃん。やめて。くしゃみすることに謝るのやめてもらっていいですか？かわいいな。ところにつけてもらって。その白いところが分からなくて、そうだね、結構正直ね。いや、あのもし俺がジャッカルだったらサイドキック塗られてる説あるからダメだよ。だから、そっか。一番白いのはしうねさんか俺じゃない？しうねさんは白っぽいけどなとは。いや、ちょっとただ盛り上がるぞこれから。みんな。サイドキックされちゃう率はあるけどっていう。あっちゃん頑張って。これはもうランタローさんの。買ってもらおうかな、これ。そう、ま、中野ちゃんが買ってくれんの？なに？僕はめっちゃ主人さんのことじゃなくて。いや、買ってくれんので反応するんだよ。別に言ってるよね、多分。だから、もし言ったら、俺が白角になるから。女を使う、女を。女出せ。女出せじゃ買ってくれる。ただやばいっすよね。え、でも舞妓さんが人外してる。56,000のレディオインターフェース。これ56,000分するから高いんだよ。だから打つの結構もらえるの。そうですよね。下もし打った場合はすごく置くとちょっと盤面的に5人になっちゃうから楽しめるやつだから。あ、なんかオーディオインターフェース。ピヨ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 。そう。だからもう本当にそんな悪いですよ。サイドキック説が濃厚になった時に打たせるの方がまだいいと思う。もらったら悪いですよ。2回打っちゃったら、そう、はっちゃん打ってみてよっていうのが言えなくなるから。そうね。なるほど。中野ちサンタ来るかこれ。それでいいと思う。さすがにね、煮詰まってるから。あと僕はタスク4つなんで。いい子ね、もう終わります。来るか？まだ終わんないけどもう終わります。いや、あの表示的にはまだ6個あるんだけど、もうすぐ終わるやつです。あ、そんな時間かかんないってことね。主人さんタスク遊んでたからな。まあ、内子さん終わらせよ。頑張ってください。やばい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 。俺マジで一番白いです。なあ、いやー、なんか俺はね、俺は何だろ。これは白い。なんだ、俺はちょっと。おー、スキップレイ。俺はまだ。危ない。信用できない。危ない。ハッチャン、これはハッチャンのことしか信用できない。まだ、分かってないみたいな。はっ。なんだあいつ、なんだあいつ、頑張れ、なんたろ、誰につけよう、これでちょっと、あさきさん頑張って、どこだ、ハチヤン、ハチヤンどこ、ハチヤン、ハチヤンどこ、頑張って、サボタージュ、あそこ二人がインボさ、ハチヤンどこ行った？あ、いた。これサイドキックしないの？つけろ、つけろ、つけろ！つけた？つけた？あっちゃん！あっちゃんもシールドつけちゃった、違う人に。誰につけた？セットマッション。あ、でもそうだね、これハチヤンにつけてためっちゃ強かったの。離れろ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 、いいだろう、ああよし、これセット朝日カチャカチャ、セット朝日カチャカチャ、あー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 ネチーネチー、いや、いけるいけるいけるおしめだ、いけるぞ朝日さん、でももうダメだ、あのね、多分なんだけど、あのもし
ジャッカル釣り切れてない場合は、だるい遊び道具手入れやがってますね。クマ見る。おい、ふざけやがってますね。ひどい場面だな。これ、最終どこいた最終うん。あ、ボタン。停電の時で違ったよね。あ、これ今ボタン？どこで言ってんねん。アサヒさん、メインホールの左側、なんだっけ？あの、違う、あの、そこなんだっけな。一番真ん中の通路の長いところ。あ、エンジンの。セレクさんバリかわいいな。エンジンのところで、そう。ね、最終ミーティングに、めちゃくちゃかわいい。上がったところ、瀬戸さんに見られた。成功です、成功。あとは瀬戸さんが一番後ろ。愛護したくなります。いや、俺はゼロと一緒に。俺はゼロよりいつもいじめられてるからね、みんな。俺は下に残ってあれガード釣るやつもらったら真っ先につけに行こう。めっちゃ感動すると思う。めちゃくちゃ喜ぶんじゃない？めっちゃ喜ぶよ。初手釣り王子だからこの人でも。初手釣り釣られるあれも釣られたら意味ないのか。勝手に黒くなってくんだよな。悩ましいな。どんどん黒くなってくんだ。あ、だめだ。しかも普通にボタン押してて、いやこれ、俺ボタン残ってないから。さっきだってなんか、待って待って。さっきだってのちさんがジャッカルで俺にサイドキックつけて俺を殺したって言ってたからな。めっちゃ黒いもんね。意味がわからないもん。レア系をね、追うんだよね。レア系。存在しないものはレア系とは言わないんだよ。シジンさんと瀬戸さんの対抗には見えないんだけど、シジンさん瀬戸さん黒く見れないの。俺みだって会ってないもん。俺もでもシジンさん見てんだよ。これちっちゃい。別に疑ってないよね。あのなんかこれちっちゃいの。だけで俺分からん。ゼルクがやったかも分かんないし。タスク勝ちした方がいい。誰から来たの？え、誰か死んでた。一番タスクやってないって言ったら、なんたろうが。それ俺分からない。うん。だから私の目線で起きたことは、メインホールで暗室のタスクを終わらせて、メインホールでエンジン終わらせたんで、そしたら、ゼルクさんが、瀬戸さんに邪魔されてるっていうか、俺ではない、絶対俺ではない、瀬戸さんダメ、瀬戸さんダメ、瀬戸さんダメ、俺じゃないよ、あ、勝った、中野の一族、中野の一族、ナイスよっしゃ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 ってたじゃん全然してるジャッカリーに入ってたじゃんバーカバーカバーカこっちの言い方を受け取ったバーカバーカ言った裏切るもんだバーカバーカ主人さん全部あったのにバーカバーカ全部あったのバーカもうあっちゃん信じられないって言った時はもう本当にジャッカルだったからね。そうだ、そうだ。中野の一族。入れんさえ入れてなかった。嫌いだ、嫌い。中野一族ナイス。ナイス、中野一族。嫌いだよ、もうみんな。ナイス。結局俺が信頼していいのはゼルク君だけだったんか。最低だ。いや、私最低だ。最低だ。全然思えなかったもん。あとこれ見つけたね、はっちゃんね。ありがてえやな。俺はっちゃん強いね。中野の血が流れ込んじゃったね。中野家が反映したね。親ぶちのめしてますからね、僕ね。そうだよ。親ぶちのめしてますからね。ぶちのめしてますからね。現行犯でね、ほぼ。くそー。よし。そういうことか。上さんはいいか。いきますか。はっちゃん許され